本日の気合い、よくもまあ呼べたもんだな。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役、新勇気です。皆さんこんばんは。松野千冬役、狩野翔です。東京リベンジャーズ相棒レディオ、この番組は東京リベンジャーズの魅力を相棒である我々2人が余すところなくお伝えしていく番組でした。はい、でした。そうなんです。そうです、9月になったから、9月になったらしい感じの、ね、お話をしようと思ったんですけれども、ね、ちょっと呼ばないと怖いかもしれないですね、うん、今空気が凍っております。さて、はい、今週の気合ですが、なんとゲストの方が担当してくれましたということで、早速ゲストの方ご紹介しましょう。この方です。皆さんこんばんは。バジーケースケ役の水中正明です。イエーイ、中が来てくれて、水中さん無理よ。何が無理？無理じゃない。身に覚えなんかないかな。何もない。何もないですよ。むしろ言わせてもらいますよ、呼ばない方が怖かったです。あー、なるほどね。そうです。確かに呼ばなかったらもう裏でやっちゃってたそういう裏で裏で、ね、やられちゃってたから。俺もちょっとまた別の番組の方でもちょっと肩パンされるというこの、ね、そうなんですか、そうなんです。肩パンされたんですね。肩パンしてやるっていう宣言を受けてます。あー、そうなんですね。まあ、ついにですよ、はい、もう本当ようやく ねようやく来てくれた。実はですよ、はい、アニメからこのゲストに来ていただいたのは、うん、水中さんが初めてなんですよ。やったー、そうだよ、ちょっとご機嫌が上がった。ハゲさんを差し置いて。そうですよ、ユウさんを差し置いて、みんな差し置いて、おもろい話だけをこう提供してもらってる感じですよ。呼ばずに抽出だけさせてもらって。なるほど、うんうん、スイチー君、メガネめっちゃ似合うね。どうした急に。この丸メガネもいいね、いい感じだね。あと見て、あのね、今日スイチー君来るからってことでね、スイチー君が着そうなコーディネートの服にしたの今日。あ、そうなんですね。ほら黒い、真っ黒い、黒ね、ほら サムエルパンツでね。ちょっとこれなんかほら袖口も似てない、ほら。あ、似て、袖口の長さ似てる。水中コーディネート。あ、僕もね、あのいいもん持ってきたんで。何よかったらこれどうぞ。あ、いや、お土産と言ってはなんですが、これもうダブれねえんだ。おお、本物だ、本物だ。高カカオを信じてるぜ。ということはチョコレート効果です、カカオ 86% の、はい、今コラボでね、絵がついてるやつを見つけたので、ね、水中さん来てくれるということで、狩野さんにはいつもいろいろいただいてるんで、まあ、ちょっとしたお返しじゃないんですけど、どうぞ。ありがとう。よかった。ご機嫌だよ。よかった。これで場が収まった。ご機嫌だよ。ということで、水中さん、はい、今夜は何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう、うん、東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒レディオ。東京リベンジャーズ相棒レディオ22回目、にゃんにゃん、うん、改めて今回のゲストはバジケースケ役の水中正明さんです。よろしくお願いします。ちなみにどう、相棒レディオってスイチュー君は結構聞いてる？なんか上がってんなと思ったら、うん、聞いてて、そのたんびにすごい俺をバカにしたよ。バカにはしてない。バカにはしてないのよ。そうリスペクト。身ぐるみ剥がそうかなって今日。身ぐるみ、うん、でも今日ほら水中コーディネートで。そういうことでしょ。だから切れちゃう、切れちゃう。水中さんに切られちゃう。オッケーオッケー。服奪われちゃう。そうだね、だって服奪われてもだってあんま変わんないからね。交換しましょう。交換しましょう。いいよいいよ。
よしよしよし、なんか服交換するっていいじゃなくね、あの新鮮試合みたいな感じで、ね、そうですね、いいですね、サッカー選手とかがやったりしてね、汗だくのやつなのにいいのかなと思いつつ、なんか懐かしいなこの感じ、この3人が揃うのって結構前だもんね、前だよね、2年近く前、ね、2年近く前、それこそ、うん、あの東京リベンジャーズラジオの方で、うん、チハローぐらいの時に揃った以来だと思いますよね、うん、ね、そうそう、この3人で揃うっていうのがないですから、うん、そう、ほんとシンクいないと、あの会話のキャッチボール絶対できないんで、ここは、いや、そんなことないよ、絶対できない、絶対できない、あれからもう、しかも2年経ってますから、2年か、そう、鋭いツッコミ、ね、私も大人になりましたから、え、ほんとですか、そうです、年下の僕が言うのもなんですけどね、驚愕の事実、驚愕の事実気がつけばボケている、そう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 、ね、気がついたらボケてるからさ、前回3人その、うん、東京リベンジャーズラジオの方でもうボケ倒してた記憶があって、うん、なんでびっくりしてるんですか、自覚がないって、あ、自覚がないのやばいよそれ、自覚、うん、本当に心配されてますよ、うんうんうん、虎はこの字なって、この字書く地冬なっちゃって、資格がないね、わかりづらいんです、わかりづらいんです、なんかこそう、今回ねやっぱ水中くんがこう来るっていうことで、もうお便りがねすごいのよ、そう、ものすごいんです、お便りちょっと紹介しましょう、紹介しましょう、はい、ございます、ものすごい来てますから、まずはね、どっさり一番隊、はい、アジさんよりいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、新さん、狩野さん、ゲストの水中さん、こんにちは、こんにちは、初めてメールを送らせていただきます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、水中さんがゲスト出演されるとのことでウキウキでメールを書いています、私はアニメが始まる前から原作のファンだったのですが、水中さんの演じたバジさんを聞いた時に頭の中にスッと入ってきて、バジさんだってなったのを覚えています、いいですね、水中さんがバジさんを演じるにあたり何か意識されていることはありますか、差し支えなければ伺いたいです、気をつけたところ、はい、バジさんを演じるにあたってやっぱなんかその原作のイメージ、うん、ってやっぱあるじゃないですか、ありますね、自分以外の人も、うん、やっぱりなんかそのそこ大事にしたいなって思いながらやってたんで、うん、まあ、もちろんそのバジの気持ちっていう部分も組んだり、あとやっぱ憧れる存在なのかなって、そう、地風に憧れるような、うん、やっぱ存在だし、あと仲間思いなところもあるから、ね、ただのヤンキーっていう感じじゃなくて、なんかまあ背中からついてきてくれるような、うん、そんなまあなんか、まあ、等身大かっこいい役に、うん、したたいなみたいな、うん、最初こそ難しかったんじゃないですか、バジさんの登場って結構こいつやんちゃなっていうか、なんか何考えてるかわからないやつだってところからのスタートだったじゃないですか、うんうん、そうね、うん、だからまあ漫画読んでたらさ、まあ、結果ああいう人だって分かったじゃない、そうですね、そう、だからまあそこ知れてたから割となんか、うん、なるほど、うん、なんか演じやすいというか、まあ、裏切るというか、そこへの気持ちって持っていきやすかったかなっていうのは思いますね、なるほど、なんかね、腹減ったから殴ったとか、車壊して火つけたとかね、まあ、いろんなね、竹道もね、何、うん、何、あれって、あの、やっぱ結局バジさんのことを知れば知るほど、うん、やっぱ何かの意図があって、そうそうそう、でこう行動をする人であって、そうそうそう、こうみんなが慕ってついていくみたいな、うん、なんで腹減ったら人殴ったんですか、うん、そこだけは、うん、ね、あれはあれじゃないですか、これから出てくるんじゃない、あ、でも腹減ったら人を殴ったのはあれか、バジケースキの手紙の方であったかな、ちらっと、あ、そうでしたっけ、結構後出しというかあるよね、なんかスピンオフ的な感じで出てきてるから、うん、そこをね、こう、うまくこう繋いで暮らすっていう、何かしらやっぱりバジさんには意図があって、うん、なんか何考えてるか分からないと思いつつも、そう、喋らないから分からないだけで、そう、そこを見せないのがかっこいいのかなっていう、背中で全部語るんですよ、うん、そうそう、なんで背中で語るんですか、もう言ってよ、言って言って、あれはあの何なんだろう ね、 ね、かっこつけてんのかな、何なんだろう、あれが生き様なんですよね、生き様だよね、うん、なんか、まあ、よくできた中学生ですよ、いや、その通りですね、よくできた中学生ですね、学生、じゃあもう一ついきますよ、バジさんママの友達ドラさんからいただきました、おお、バジさんママの友達です、シェイさん、狩野さん、水中さん、こんばんは、こんばんは、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます、竹道と千冬の相棒コンビも好きですが、うん、バジさんと千冬のコンビもたまらなく好きです、バジさんの生き様が本当にかっこよくて、その背中をひたすら追いかけてる千冬がキラッキラしてて胸が熱くなります、うんうん、そんな素敵なバジさんを演じてる水中さんはバジさんと共通点などはありますか、といただいております、ええー、
アジさんとの共通点どこですか？背中で語る部分？髪の毛が黒い。ああ正解。髪の毛、ね、髪の毛、髪の毛を結べる。メガネかけてる。あ、メガネかけてる。丸メガネ。丸メガネ。うん。あと、あ、勉強できないよ。おお。強くよ。同調すんじゃねえよ。おい。そうなんですね。漢字、漢字どうですか？漢字。でもね、虎ってかけって言われたら。あ、かけるかな。虎かけないかも。虎はこう。虎はこうでしょう。これかな。あれ？なんか上まず上書くじゃないですか。上書いてピヨンって出て7書いてカタカナのル書けば OK。 あ、うわ俺最初これ漢数字の9書いてた。やばいやばいやばい。えどう僕当たり。これ当たり。待ってこれ合ってる。あ待って。あ水中さんの共通点は勉強ができない。あと謎謎苦手だから。あそうなんだ。クイズも苦手。そうだ言ってましたね。クイズ苦手だって。そうめっちゃ苦手、ね、もう頭使いたくないの極力。そうなんです、ね、そううん、そこはだからバジさんと共通点あるんじゃないですか。そのなんだろう頭使いたくないっていうか思ったことをそのままストレートにやっちゃうというか。あそれはあるかもしれない、うん、何かこうあのねこうちゃんとこうあ後々のことを考えてっていうタイプで プロセスを考えてとかじゃなくて、うん、その時大事なことを思いついたやる。あやっちゃった。あやべやべいつもの癖でお前半分こにすんぞぶった切られる。えどういう半分こそれ怖い方よ怖い方よ。で結局どうなの。虎かけたん。虎いやもうあの何までしか返し なんか足りないです。なんか足りない。何が足りないんだ。今のところただの網だくじ。あ正解はこれでした、はい、僕のが合ってました。あーそれだ、はい、あほら、はい、上書いて下にピョロンと伸びて関数字の7書いてカタカナのルーかけばかけます。はい、はい、勉強で皆様も勉強できましたね。したねということで。さあ皆さんお便りありがとうございます、はい、ありがとうございました。アイボーレディオでは皆さんからのお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメやラジオの感想他に何でも OK です。曲のリクエストも送ってきてください。ここで一曲水中さん曲紹介お願いします。はい聞いてください。バジーケースケ CV 水中正明でレストインランページ。お送りしたのはバジケイスケでレストインランページでした。東京リベンジャーズアイフォーレディオ。半分こなおんこのどらようやくこうそうか違ったな俺たちの違いましたね。違ったね。ちょっと半分こね。えちょっとごめん、うん、半分こ
ね。お、いいじゃん、いいんじゃない。でもでもやっぱ違う、やっぱ違うな、本物は違う。8分の1になっちゃう、そんな半分こしょ頭使ってる。頭いいじゃん、頭いいじゃん。算数はできるの。おい半分この半分この半分この8分の1、全然8分の1、すごいじゃないですか。すちっちゃくなっちゃう。2分の1の2。いやもういいんだよ。そんな深掘りしなくていいんだよ。このコーナーですけどもね、はい、バジさんの名台詞半分こなにちなんで、リスナーの皆さんから誰とどこで何を半分こしたらエモいのかを募集紹介していくコーナーでございます。いやそうですね、改めて僕たちの半分こどうですか。いや俺が一番最初に上書きしたのに、はい、また上書きされて、はい、もう途方もねえからもういいやってなっちゃってる今。あ、ちょっともう一回、もう一回、もう一回、新鮮なの。半分こね。いやなんかこっちにが違う、こっちが寄せてきてません。あの僕らにすり寄って。もういいよこれで、これでやれよ。もう俺がいくら言ってもよ。どうせやんだろてめえらよ。お墨付きいただきました。ありがとうございます。もう切れゲーできねえわ。切れゲーできねえ。いやいやじゃあ早速行きましょうか。エモエモコーナーです。そうなんですよ。はい。東京卍會一番隊向上さんよりいただきました。ありがとうございます。私はこの夏友達とスイカを半分こしました。幼馴染の友達が突然スイカ割りをしたいと言ってきたので、最初は戸惑っていたのですが、その後小学校時代の友達を2人誘い、社会人女子4人で友達の家の庭でスイカ割りという展開になってしまいました。スイカは見事に半分に割れ、子供の頃の話をしながら4人で分け合って楽しくスイカを食べました。同窓会気分でとてもエモかった思い出です。皆さんはスイカ割りの思い出はありますか。スイカ割りどう。スイカ割り、うん、あでも子供の頃ビーチでやった記憶あるな。去年スイカ割りやって、やったそれは番組の企画でやったんだけ ど、割れましたか。そうそう割れたんだけどね、アンパンマンのこの顔を分けてあげた後ぐらいのこの儚い切れ方。あ、分かる、分かります。全然半分こじゃなくて、しかもなんか何よりも悲しかったのが、はい、あのこの棒もらうじゃない、はい、棒あるじゃない、うん、それでこのぐるぐる回るじゃない、10回とか20回とか回るじゃない、はい、あの棒をこう砂にぶっ刺してさ、はい、でそれでぐるーっと回って、うん、でよたよたよたってこうなりながらこう割るんだけれどもさ、はい、あのやる前にめちゃくちゃ綺麗に拭いてくれてたんだけどね、スタッフさんがね、はい、うん、砂にぶっ刺してるから、その砂ついたままボーンと割るもんだから、砂まみれ、あー悲しい。しょうがないですね、うん、エモくないな、うん、エモくないな。そう、ただスイカは美味しかった。いいスイカを用意してくださって、あーいいですね。そうなんですよ、スイカ割りいいですよね。スイカそのなんだろう、バラバラになったスイカサイズが違うやつを誰が大きいの取るのとかで、うん、こうね、人に優しさとかがね、あったね、昔確かそういうのもね、うん、綺麗なやつ選んでたな。自分からそう、うん、種がね、できるだけないやつ。あーそうですね、僕も大きいの選んでたな、うん、エモくないな、このさんな。みんな男の子だな。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム一番隊踊り隊長のマリさん、ありがとうございます。おお、ダンスやん、踊り隊長。私は中学生の時、うん、友人と一つの椅子を半分こしていたことがあります。なにそれ。私はインドア派でしたので、休み時間は一人の机に集まって絵を描いて話すという過ごし方をしていました。そこの周りの席からも椅子を借りたりしていたのですが、座るところがない子がいたら、ここ一緒に使おうって言って椅子に半分ずつ座ってましたと。半分のお尻で乗ってる。半分判決か。判決って言うとエモくないな。すいません。そっか、まあ、ケツもね、2つあるからね。半チリで。半チリで。そっか。どう？その中学の時はなんか思い出とかある？中学生の時の思い出？うんうん、なんかちょっとこの半分粉感ある。半分粉感か。うん、あでも、うん、そのあれじゃないけど、今みたいな椅子じゃないけどさ。うん、はい、教科書とか忘れた時にさ、うわ、くっつけてさ、はいはいはい、見せてもらうみたいなさ、ありますよね、小学生の頃とかさ、うん、隣の子が好きな子だったらさ、おいいよね、いいよ ね、 ね、それはもうエモいね、エモいです ね、 ね、あとなんだろう、やっぱ食べ物系とかが多いんじゃないですか。なんか食べ物半分こした経験ありますか。食べ物半分こ、学生の頃とか
学生の頃食べ物半分こ、あでもよくバスケとかの試合に行く時、はい、あのカロリーメイトめっちゃ流行ってて、うわーうわーいいちょいいとこ言うね、エモーショナル、はい、でそれでそれで、でだからなんかちょうだいみたいな、みんなで半分こしながらいろんな味交換して、あ味種類あるじゃん、チョコとかさ、フルーツとチョコとチーズだったりさ、うんうん、チーズサイド、そうやってた、いやいいの持ってますね、いいのあるじゃないですか、うん、言われてみればそうだ、うん、俺もやってたわ、やってました、そうなんか一袋に2本入ってる、そう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 、それ1本ずつ分けるのもあるし、こう半分にポキッってね、ポッキリして、いいですね、105円だったな当時、安かったよ、安かったですね、うん、前は、ね、だから最近ねこうちっちゃいのねもあるしね、うん、あそう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 ですね、うん、あるか、それもあるから、うわー懐かしい、いいお話聞けました。聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回はここまででございます。はい。あ、どうでしたか？ちなみにこの半分粉やってみて。あ、そうですね。はい、あの一瞬だけでも訂正できて、僕はもう心残りはない感じ。一瞬だけでしたけど。はい。よかったよかったです。でも皆様、はい、もうリスナーの皆様にはもう本物の半分粉分かっていただいたので。いや本当に、うん、ね。今後僕たち厳しい目で見られるんだろうな。そうね。まあまあまた間違ったらあのリスナーさんもあの僕のツイッターとかになんかリップください、なんかやってましたよみたいな、ね。あ、ね、あ、チクられる。チクってください、僕に。見てませんよ。チクバカにされてます。オッケーオッケーオッケー。バカにはしてないですよね。リスペクト詰め込んでるんで。リスペクト。リスペクトじゃない。全然伝わってないんだよ。というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんから誰とどこで何を半分こしたらエモいのかお便りをお待ちしています。以上。半分こなでした。ちょっと中ちょっと中すれてみる。東京リベンジャーズ相棒レディオ、お送りしてきました東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずは放送と配信情報です。東京リベンジャーズ天竺編の放送が2023年10月に決定しています。こちら MBS テレビ東京 ATX 他にて放送となりますので、皆さん楽しみに待っていてください。そしてテレビアニメ東京リベンジャーズ天竺編の配信ですが、ディズニープラスで見放題独占配信となります。ぜひチェックしてください。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻まで発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションが毎月刊行されています。現在16巻まで発売中、17巻18巻は9月14日に発売となります。こちらもチェックしてください。続いて SNS 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますので、フォローお願いします。続いて漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会、書き下ろし新体験展最後の世界戦が六本木ヒルズ東京シティビューにて開催となります。事前物販の受注受付も開始しています。詳細は公式サイトや公式ツイッターをぜひご確認ください。続いて先行上映会の情報です。9月30日土曜日、葛飾シンフォニーヒルズにて天竺編先行上映会、東京リベンジャーズ天竺編放送直前イベント、葛飾勝ち込み行こうぜが開催決定となりました。イエッイエイ。昼の部は花垣武道役の新優希くん、はい、竜宮寺健役の福西正也くん、松野千風役の私狩野翔くん、はい、黒川伊佐奈役の島崎信長さん、拡張役の山下誠一郎くんが登壇。夜の部は昼の部のメンバーに加え佐野万次郎役の林優さんが登壇いたします。チケット申し込み受付は9月5日までとなりますので、まだの方はお早めに。続いてパズリベ情報です。スマートフォン向けパズルゲームアプリパズリベ全国制覇への道にて、9月1日より皆様からのアンケートで実現したコレクションガチャを開催開始しております。今回のコレクションガチャには執事芝大樹が新登場しております。また育成素材が2倍もらえるキャンペーンも開催中ですので、ぜひ挑戦してみてください。ということで、ご紹介した全ての情報の詳細は公式サイトまたはツイッターなどをご確認ください。そして相棒レディオですが、超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。
しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信しています。チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することや我々へのメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしています。お便りの宛先ですが、メールの場合東京リベンジャーズアットマーク joqr.net、 東京リベンジャーズアットマーク joqr.net。 おはがきの場合、郵便番号 105-8002、文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛てまで。さあというわけで、はい、今夜はマジさん役の水中くんに来ていただきました。どうもありがとうございました。あっちゅうまに短し、なんかこんなにあっという間とか思わなかった。そうなんです、30分で短いね。短いです ね、なんか2週連続とかで来てくれたりするのかにゃーって俺ちょっと思ってたんですよね。あらららら、どうなんでしょうか。一週だけか。いやいや、とりあえずは一週だけですね。そうね、今のところ聞いてるのは、うん、まあ、今日もちょっと暴力振ろうかなと思ってきてたんだけど、ダメですって。暴力はダメですって。そんな宣戦布告ダメです。なんで一週だけなんだって。そう、危ない危ない。ダメですよ。なんかでも思ったよりアットホームだったからちょっと何腕をそんななんかそんなギスギスした感じで、おいよく来れたな水中みたいな感じで迎えると思ったん。うん、なんか、そんなわけなくない。この二人がハートホームよ。いやいや、まあでも、うん、相変わらずでとてもいい現場だなと。いや、楽しかったです、本当に。なんかもしメッセージがありましたら、皆様への、はい、皆様への、まあそうですね、僕からはね、まあこの今いろいろ宣伝ね、はい、ありましたし、うん、東京リベンジャーズも原作はもう終わってますけれども、はい、こうやっていろいろね本当に展開されていってるので、うん、もうぜひ引き続き東京リベンジャーズをもう心ゆくまま楽しんでいってほしいなと思いますし、はい、このラジオもぜひね、あの続けば続くほど僕も来やすくなると思うので、う、ね、ラジオの応援もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な、素晴らしいコメントをいただきました。マジさんが水中くんでよかったですよ。本当にもう本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と、松野志風役狩野翔と、ラジー圭介役水中正明でした。それじゃあお疲れ様でした。この番組は東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオ YouTube 限定パート。さあここからはテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パートです。改めまして花垣武道役新勇気です。松野智風役狩野翔です。この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたり、ここだけのコーナーをやっております。そして今回はこの方もいます。バジー圭介役水中正明です。いやー、いやー、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったな。楽しかったっていうか短い。短いよね。これ尺がね足りすぎちゃって、ね、別のコーナーもねやれる、うん、やれなかったってところだったね。そうだ ね、あの半分こなの練習をしすぎた感じかもしれないですね。そうですね、半分こ練習しすぎましたね。でもなんか前回のなんかこの YouTube 限定パートでなんか俺がマイク食べるとかなんかそんなこと言ってた。なんで知ってるんですか。なんで聞いてたからさ。聞いて聞かれてたから全ての集大ちゃんと聞いてたから。いつ食べるんです。マイク食べてる、うんうん、あ今マイクの先っぽを食べ終わりました。りました、うん、お腹いっぱい。小食ということは今半分ぐらい残ってるから、うん、半分こね。無理やり。よし、やばい、俺ら予言できてた。予言できてましたね。水中さん無茶ぶりしてすいませんでした。まあまあ、いや、そんなすごい可愛いじゃないですか。パクパク食べるんだもん。フムフムだったりパクパクだったり、割と擬音多めですからね。確かに。なんか最近俺水中君と会ったよなって思ったら、はい、あれだね、ご飯食いに行ったもんね。杉田さんに。あー行ったね。杉田さんに。あ、そうなんですね。食べに行って、うん、美味しかった。うまかった。美味しかった。あれすごかったね。ちょっとね、じゃあどこへ何をっていうのはちょっとあれですけど、この二人だけの機密ですけども。あー、そうですか。あー、いいな。すごいね。
僕もじゃあ今度杉田さんに聞いてみよう。連れてってくれそうだけ ど, どこめちゃくちゃ連れてってくださる、うん、そうですけどね。ねえ、いいですね。ごちそうになりまして。いや本当杉田さん素敵な先輩で、ね、本当にもう憧れ。体重もね、うん、すごかった、うん、すごかった、うん、てかすごかった、アニメ見たけど、そうすごい、すごいんですよ、うん、すごかった、うん、あそうだよ、そうせっかくこの水中くんいるからさ、はい、あの聖夜決戦編の時にオリジナルストーリー入ったじゃない。入った ね、バジさんと千冬の、うん、あのお話、はい、そう相変わらまたボコボコにされてたけど、ねね、なかなか見てるね。あそこどうでした、あれ、うん、いやなんか出番あるっていうのを聞いてたんだけど、うん、まさかあんながっつりやるとは思わなくて、そのワンシーンとしてやると思わなくて、うん、あとあのセリフ自体がさ、うん、なんか千冬がさ竹道になんか背中を手洗うみたいなやつになんかちょっと通じてんのかなって思って、ね、うん、なんか漫画では感じられなかったなんか、うん、それこそエモさというか、うん、ありましたね。なんか感動しちゃった。でもあれがあって千冬もあのこういう人になりたいっていう憧れがあって、ね、まあ、それも竹道にも重ねてるんだよ ね、があったっていう、あったりして、そう一緒に撮れたんだよね確か。そう撮れてね、うんうん、あれその直後がタクスキータクスシーン、そう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 、めっちゃね張ってたもんね。めっちゃ張ってた。そうだ、その時もそう森久保さんとかも一緒だった、うん、ね、確かみんなで撮って、うん、で一通り僕らが収録した僕らのシーンのところが、はい、終わった後に森久保さんがね、熱いねーっつって言ってくださった、おっしゃってくれた。そう、あそこ思い出深いシーン、名シーンだよねあれはね、そう、そうやってバジさんのね深掘り、バジさんとチェフのとこ深掘りしてくれるのがやっぱ嬉しい、ね、そうね、うん、なんかその後のセリフとかあのまたちょっと深み変わってくるよね。そうですね、うん、ここからはですね、はい、水中さんと一緒に限定パートのみのコーナーをやっていきたいと思います。はい、俺たちは相棒だ、俺が相棒だ。そうです、竹道と千冬といえば相棒なんですけれども、バジさんと千冬ももちろん相棒ですから、今回は狩りの賞を取り合ってもらうという。違います。というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんからのお題をいただきまして、どちらかがそのお題にっていうことなんですけれども、今回は水中さんがいらっしゃいますので、水中さんの回答を僕たちが答えようじゃないかと、いただいたお題に水中さんにも事前に答えていただいておりますので、僕たちでバシッとしっかりと頼むぜ。竹道とバジはね、まあ、あのタクシーやった仲なので そこでバシッと決めたいと思いますよ。決めますよ、うん、はい、どうなんだ、ずっとバジさんの背中を追っかけてますか。追っかけてますから。じゃあ行きますよ、今回のお題、東京卍会一番隊のぞみさんからいただきました。おズバリ、自分にとっての癒しアイテムは。うんうん、いろいろありますよ、ふむふむ、癒しアイテムね、癒しアイテム、癒しアイテム、見て見て癒すのか使って癒すのか、見て癒すのか使って癒すのか、いろいろありますが、感じて癒すのか、食べて癒すのか、そう、うん、癒しにも食べて癒すのか、聞くのもありますからね、そうですね、触るもありますからね、そうですね、まあ、言うてでもしんくんはそれこそめっちゃ付き合い長い方だから、はい、まあわかると思うんだけど、おおおおお、そうですよね、そうわかりますよもちろん、うん、付き合い長いの？そうそうです、長いです、出会ってから長いです。僕1年目の頃からお会いしてますから、そうそうだ、僕が、でもここ俺が1年目のところ時から会ってたの。じゃあもっと長いじゃん、うん、じゃあもっと長いじゃん、負けじゃん、ブランクあったけどねブランクあったけど、だ、うん、そうだから1年目、俺も1年目の時、はい、うん、1年目か2年目か、はい、だいたい同じぐらいなの、キャリア的に。あ、そうなんですね。でその時にこう会ってしばらくもう8年ぐらい、はい、7年8年ぶりぐらいに通り部で会ってる。あ、そうなんだ、うん、すごいですね。水中は覚えてくれて、そう、カリノさんも覚えててくれてて、あ、いい、なんか、うん、いい、エモ、エモいですよ、なんかエモ、ね、時代の半分子、これが半分子なのコーラですよ。あ、そうですね、うん、うん、おい怒り出した、怒らないでいいだろ、一瞬で亀裂が、お墨付き、お墨付きどうした、地上波じゃないからね、そうか、 YouTube 限定だから、怖い怖い、バンされちゃう、バンされちゃう、じゃあ予想しようっと、予想して、なんだろうな、え、ヒントは、ヒントヒントは、うん、体に使うものかな、うん、体に使うもの、俺はこれがないとだんだん眠れなくなってきた、だんだん眠れなくなってきた。ダメだ、ちょっと俺 YouTube バンされる子たちがいる。ちょっとダメですってもうやめとけよなるほど、寝るときに体に使うもの、寝るときとか、あとちょっ
と時間が空いた時に、うん、まあ、手軽に、じゃあ僕分かりました。ここ、これだ、これでしょ。時間が空いた時とかに手軽にささっと使えるもの。手軽にささっと使えるもの、はい、手軽にささっと、なんだ、どうですか今、柔らかくしよう、自分の頭を柔らかくしてますけど、そんなんで物理的にね、そう、結構良くなっても回答出ねえよ。いや、結構良くなったら結構良くなんだって。おい、もうそういうのは結構です。あ、もうね、返してくれるんですよ。すげえな、相棒なんで。お、やるじゃん。お、褒められた。コケコッコさあ、そろそろ出ましたか。いや、じゃあ待ってくれ、もう出てください。待ってくれ、もう時間的にはダメです。ダメですか。もう繋げません。いや、じゃあダメだって。なんでバンされる答えしか出てきてないんだって。じゃあもうそのこらえろ、こらえろよ。ダメだって、ダメだって、それじゃダメだって。バンはダメだって。ちょっと待ってくれよ。やめてください。寝る前、寝る時に使う、体に使うもの、体に使うものそうですよ。なんだ、ちょっと待って。そこじゃない体に使うもの、その辺じゃない、非公開になっちゃうから。その辺じゃない。ちょっと待ってくれ、体に使うもの。はい、あー、きたー。よし、それじゃあ、はい、僕と狩野さんそれぞれで水中さんの回答の予想しましょう。よし、僕の答えから。僕の予想は、うん、ホットアイマスク。おー、答え変えていいんですか。僕ダメですよ。あれ、私狩野の回答は、予想は、はい、ヘッドマッサージの機械、機械とかマイクは機械じゃなくてもマッサージ機ありますね。ヘッドマッサージャー、マッサージャーありますね。気持ちいいね、うん、さあ水中さん、答えはマッサージガン。おお、マッサージガン、あのドゥルルルってなるやつですか。そうあのテポみたいな形の、 なるほど、それね、思ってたんですけどね。マッサージャーで答えればもう、あ、そうだね、ヘッドマッサージャーって言った。マッサージヘッドがいらなかった。ヘッドがいらなかった。僕も愛がいらなかった。いや愛かけない。めちゃくちゃおすすめだよ。持ってる？持ってないし、すごいいいという。ある、うん、使ってる、うん、たまにだね。でも使ってんの。いや、前に使う、あれ買いな。マジでいいよあれ、うん、どこにでもいいんですか。もう足とかも全部、全身どこでも、そう、どこでもいいです、ね、あ、じゃあちょっとそれは揃えようと思います。安いよ、意外と。あ、そうなんですね。安い安い。なんかおすすめのやつとかあるの？なんかいろいろさ、ヘッドもさ、いろんな種類あるじゃない。そうだね、アタッチメントを変える、うん、でも俺結局一番痛いのしか使わないから、うん、効果ありそうなやつ。痛気持ちいいやつしか使わないからな。あ、俺も痛いのが好きだからね、マッサージも。もうってなんだ。次行けよ、もういいからよ。カレオさん今日おかしいですね。はい、ということで我々二人ともちょっと残念ながら惜しいブブーでございましたということで、ところでこのコーナーでは皆さんから我々のお題を待っております。お便りの宛先は相棒レディオと同じです。概要欄にも記載してありますのでチェックしてください。水中さん、 YouTube 限定パートもお付き合いしていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではここまでのお相手は、花垣武道役新勇気と、松野千冬役狩野翔と、町井圭介役水中正明でした。